たよ。姉さん、アシアナンバーワンや。いや、あの、今日プロレスしてるとこなんですか。今、喧嘩止めて、こいつは。こいつはお前大丈夫なん、口。だから、口吸いながらだろ、そんなもんどうでもいい。シワ勲章や。おっぱい出てますよ。おっぱい出てます。あらららら。あらららら。いや、姉さん、今日プロレスしてるとこなんですか。工藤ちゃんと戦った方がいいですよ。お前、ここにな、ここに取る、ここに取る、ここに取る。あ、もう頑張れねえ、頑張れねえ、おら。ベタベタするんや。やばい、エラの帽子かぶってる。今日もだよ。写真撮ってください。写真撮ってください。写真、お前、追いかけてきた。え、いいよ、写真。ですか、追いかけてきた。いや、頑張れよ、おら。戦え。いや、これほんまにやんのかな。いやもう多分自分がしたいかと思うんですよ。ああ、仲いい。あ、そっかそっか、友達か。ただいまより10分間ほど休憩でございます。で、この時間を利用しまして、募金活動の方をね、行いたいと思います。ただいま第1試合、第2試合、頑張りました。サリー・セツコ選手、そして真田純一、佐藤選手、2人が、俺のやつ、募金活動、金入れろと、ちょっと立っちゃしゃべれや、言うとるよ、分かるか。先日、襲撃されたの大丈夫だったんですか。襲撃は血みどるらや。マジ大丈夫な。しようね。いや、一番プロレスラーっぽいもんな。いや、もうどうでもいいねんけど、終わっております。あの、犯人が、サリー・セツコ選手、そして、真田重雄氏、さくら選手が皆様の周りを最悪やね。西成ケースが全然連絡入らへんで、金踏んだったろ思ったら相手が逃げとんねん。ああ、逃げたんや。1000万踏んだくる言うとったけど、1000万踏んだくるだから西成ケースは行くぞ。行くか。いや、いいっすよ。でも中は撮影ダメなんよ、西成ケース。腹立つわ。はい、休憩入りました。探しい人やな。あ、そこはちゃんと直すの。どういうことやねん。